みんな同じあの世界の中にいる子たちっていうつもりで実は描いていて、まあその視点の中の、まあ、一番大きいことは一人一人があのもうすでにこの世界のどこかにいて、自分なりに自分の生きてる場所でこう頑張って生きていかなきゃいけないっていう。エディッシュ州といえば音楽もとても大きな存在だと思います。なぜサリューさんをキャスティングしたのでしょうか。小林武史さんから提案されて、こんな女の子がいるんだけどっていうことで、もう本当にまだデビュー前の、一人の女の子だったんですけど、まあ声を聞いた時に、まあ、その生まれ持った声なんでしょうけど、すごいなと思って、まさに そこに、まあ、かけてみたわけですけど、まあ、逆にこうある種登場しない主人公みたいな感じだったんで、まあ、公開された当時もこのリリー・シュシュって誰なんだろうっていうのがこう分かりにくいというかですね、あの人だよねっていうのは存在してない感じだったんで、まだ誰も知らないアーティストを使ったっていうすごく、まあ、あの瞬間正解だったなっていう。音楽を作るときにどんな話をされたのでしょうか。どういう方向性とか。実は最初台湾で撮るって企画があったんですよね。でロケハンをしたんですけど、エドワード・ヤン監督いらっしゃると思うんですけど、まあ、彼に誘われて一緒になんかこうお互いの国に行って映画撮るようなプロジェクトに誘われて、でその時に彼のクーリンチェ少年殺人事件 あのポスターをこうたまたま見て、なんか自分の頭の中で勝手に浮かんでしまった物語、あの映画とは違うあの物語があって、ずっと、まあ、かねてから作ろうとしてた、物語と重なって、それがリリース誌になっていくわけですけど、で台湾で作ろうって話になってたんですけど、ただやっぱ学校の中のいじめに関する話だったりするんで、自分でも経験のない国でそれを撮るっていうのはなかなか難しいなと思って、で、まあ、ちょっと台湾でやるのは難しいかなっていうので、まあ、一回断念して、まあ、脚本をそれでも書き続けてたんですけど、どうしても自分の中でこう しっくり来なくてですね、その年代中に何か作るっていうのはちょっともう難しいなと思って、で一回諦めたんですよ、作るの。ところがその間にも小林さんの方はずっと曲を作り続けていて、でほぼほぼサントラが完成してたみたいな状態があって、まあ、半分ぐらいですかね、出来上がってて、で小林さんから曲を1曲ずつ聴かせてもらいながら、なんとか映画にならないかっていう説得されるある一夜があったんですけど、ただその時に小説は書いてたんですよ。なんでまあふと、まあ、その時の思いつきで、あだったらちょっと映画は難しいけど小説をインターネットで発表するんで、音楽となんか小説のコラボレーションみたいな形でどうですかねっていう、あそれ面白そうだねっていうこと で、じゃあどうせやるならただ小説を発表するんじゃなくて、なんか掲示板を使ってリアルタイムに一般の人も書き込めるような状態でやったらどうだろうっていうのを思いついて、で、まあ、それを実際にやったわけですけど、そしたら本当にたくさんの人が書き込んでくれて、なので、まあ、自分の中でこう不完全だった部分がだんだん見えてきて、ああそうか、自分が一番ぼんやりしてたのはリリー・シュシュっていうアーティストのリアリティだったんだなっていう、やっぱ自分の中で書いてるんで、なんかカリスマのアーティストって書いてたのなんか今一つそこにオーラがこう宿ってなくて、でそれを3ヶ月ぐらいのまあ、一般の人たちとのセッションの中でだんだん自分の中でこう完全体のリリー・シュシュとして出来上がっていって、で、まあ、映画っていうところまで行ったという感じだったんで、実は小林さんに説得されなければ多分あのまま他の企画かなんかに進んでしまって存在してなかったかもしれないっていう、いう先なんですよね。感謝しかないです、小林さんが今にして思えば。はい。